あと忘れた。これを。ああ届かない。これ届かないじゃないのかな。届かないね。届かないね。困ったね。よしちょっと待って。届かないね。届かなかったね。あ、分かった。いや、ちょっと本当にこれは一大事ですよ。一大事が起きましたね。スピーカーのノイズがひどいという一大事がです。一大事ですよ、これは。よいしょ。大事、はい、これで一大事が回避されました。リバーブがいい感じでかかってますでしょうか。うん、はい、これで。なんか髪がボサボサですかね。いつものことかな。はい、画角変えてみました。なんか正面だとなんかあれだって。昨日誰か言ってましたので、正面からの私を卒業してみましたけど、いかがでしょうか。遅い時間からようこそ。ちょっと電気を変えてみようかな。アレクサー、仕事ライト消して。あ、間違えた、つけてたけど、ついてくれるはず。オーライ。アレクサー、ライト消して。ヘイヘイヘイ。こんな感じのライティングにしてみますね、今日は。なぜ？あ、少し小さい。音小さいですか？あ、本当？音小さい？はい、今夜はちょっとだけ。キャンディと昭和チャンネルさん、ありがとうございます。はい、ミュージックプレイヤーありがとうございます。一大事を回避しました。充電器が刺さりました。いい感じ。もぐもぐさん、やっほー、ようこそ。ハートミー、ありがとうございます。うん、大丈夫ですか。音がいい感じの綺麗な音で聞こえていますか。ぜひ教えてください。どう、あんまり違いがないですか。いい感じだよ。もぐもぐさん、ありがとうございます。よかったです。
ありがとうございます。お送りしたのは佐藤ひろ子の曲でスモールワールド始まりの歌という曲をお送りしました。皆さんご参加いただいてありがとうございます。はい、メロディーさん、プラスチックラブお願いします。あ、分からない曲でした。ちょっとリクエスト曲がなかなか答えられないかもしれません。すいません。あきらさん、こんばんは、ようこそ。はい、ありがとうございます。あ、わくさん、こんばんは、ありがとうございます。はい、あ、またね、おやすみなさい。いい夢を見てくださいね。はい、ユーザー Z4IHHSGQI さん、バラをありがとうございます。はい、タカさん、ハートミー、ありがとうございます。ひろこさん、こんばんは、ようこそ。トミーさん、こんばんは、ようこそ。適当に弾いてたにはなんかほのぼのと、あ、またこれは一大事が起きました。iPad の電源が中の量でございました。なんだって、なんかもう本当この現代というこの時代には電気が本当に必要なね、え、本当一大事です。今日一大事だらけ。あ、てきち、こんばんは、ようこそ、久しぶり、嬉しいです。てきち、あ、会いたいな、そろそろ会いに行こうかな。ゲットだぜ。ゲットしたぜ。iPad の充電がゼロなので、ちょっと今から充電すると、こうなんですかね、3%頑張って、を立ち上がるまでが時間がありそうですが、はてきち、花火ありがとう。もうゲットだぜ。その声に似てって言われます。あ、コンさん、好きだって。あ、本当だよ、コンさん、ありがとう。どうだよ、覚えてる曲しか今の時間はできないよ。でも日本ゲットと立ち上がった。そうさ、日本ゲットでもノイズ超怖いんだけど、超怖いけど、え、バチ言うてもなんで、
しょうがない。パチパチやってる？これで普通に戻ったはずだ。どうでしょうね。斜めの。失礼しました。ね、これだとあの iPhone のただただ iPhone のこちらのカメラでの音になってますから、これでしましょう。してます。電波も悪いんだ。接続は良好ですと出ています。ごめんなさいね。はい、田中さん丸ってありがとうございます。このまま行きましょう。大丈夫です。もったいない。あたるさんね、なんだろう、電気が足んないんだな。
自分のため答えは風の中、明日がある、明日がある、明日があるさ。近頃の若いやつはとよく言うけれど、自分の頃よりまだいぶマシ。嬉しいですよ。はい、そう、今日はあれですね、確かにあれか、あの昨日は部屋がものすごく暑かったのでエアコンもものすごく頑張って冷やそう冷やそうと結構強な感じで、まあ、いつも自動で26度に設定してるんですよ。車も一緒なんですけど、26度にいつもしてるんで26度になろうなろうと、今ね今日は珍しく室温が、30度切ってるんで、はい、エアコンも無理なく頑張ってくれています。はい、今日宝箱ハイエナ50人ブロックしました。ハイエナってなんだろう、宝箱よりもミッションクリアしないともらえないお楽しみ袋の方がいいかも。何それ、お楽しみ袋って何、ミッションって何、お楽しみ袋って何ですか、ん、なんだろうそれ、ん。カズさんパチパチありがとうございます。はい、おじいさんガーディアンの羽を2つありがとうございます。なんだろうものすごいアップなんでしょ、なんだろう、髪の毛がもしもししますね。今日夕方にお風呂入りました。もうこれはフルだっつって思い立って、あの新しいボディーソープを買ったんですね。でそれをすごく使いたくて、もう匂いなくなっちゃった。なんかこう石鹸の香りの、だ結果石鹸で良くないって話なんですけど、あの石鹸の香りがすごい好きなんですよ。なんで石鹸の香りの
ボディーソープにしました。髪の毛がちょうど落ちてきちゃう、もしゃもしゃです。てんてんてんをタップすれば出てきます。てんてんてんをタップ、てんてんてん、てんてんてん、てんてんてんってどこだろう。あ、ここか。お楽しみ袋見っけ。続行するとお楽しみ袋の規約に同意したとことになります。何これ、参加方法、コメント、このライブをシェアする要件なし、このコメントを送信する、このライブをシェアする要件なし、確認、どういうこと。当選者1名様、コイン枚数1枚、どういうこと。やばい、新しいシステムが、新しいシステムについていけないアタチです。上を向いて歩こう、涙がこぼれないように。もう一回トライしてみようかな、これを。 iPhone の充電を別にしなくても大丈夫でしょ。ダメかな、ダメだ、33% しか電池ないや。うん、じゃあ 33% の電池がなくなるまでやりましょうか。これで音変わりました？どうですか？音変わりました？グッと音変わった、Yeah。ハイエナって何？変わった、イエーイ。じゃあ残り 33% の充電がなくなるまでやろうか。あっという間に終わっちゃったりしてね。あ、年明けさん、ハートミーありがとうございます。はい、あ、そういえば今日もギフト賞あります。今日のギフト賞はそうですね、いくつぐらいにしましょうか。トップ1、2ぐらいにします。こっちの方がいい、OK、じゃああと残り充電残り 32%。 宝箱コイン狙いの待機、お、じゃあそれ試しにやってみます。レベルちょっと低い、 OK、こんなもん。上を向いてもっと上げた方がいいですか、もうちょっと音上げた方がいいですか、いいなはどっちだろう。もうちょっと音上げた方がいいなの方かな。良い、
ちょうどいい、あ、ちょうどいいよ、ありがとう。あ、エテキチがやっとコメントくれた。よう、よう元気か、エテキチ。元気にしてるのか、あんたは。エテキチ、元気にしてるのかい。最近そっちの方に行ってないから会ってないけど、私も顔が見たいよ。あんたはいいよね、配信で私の顔見れるから。私だってあんたの顔が見たいよ。もう少し上げてもいい？OK。入ってきた時に挨拶のメッセージしてたのに、それに気づかなくてマジでごめんね。夜だから目がちょっと悪くて見えにくいの。レーシックしたのに3ヶ月で 1.2 から 0.5 まで落ちちゃった。レーシック難民だから許して。教えてくれた通り、そのあ点点点3つのところからなんか面白いやつやりたいよ。同時視聴者数が20人になったらやってみるね。そういう時に限って残りあと2人っていう感じ。あとちょっとでそれやるから待っててね。幸せは雲の上に
キャンディーと昭和チャンネルさん、サバアカでこんばんは、ようこそ、ありがとうございます。はい、以上、コメントを読んでいきますね。はい、ユーザー9055さん、はい、はじめまして、ようこそ。当選ね、当選やりましょうか。今日ちょっと待って、あ、ブルーベリーを食べさせてあげてください。ブルーベリー、ブルーベリー目が良くなるって言いますよね。確かに。あ、食べようかな。あ、森の熊さん、フィンガーハートありがとう。アキラさん、今日はお昼にシーニアンにおよそ2週間ぶりに会いに行ってきました。11月19日に行くことも約束してきました。9月3日はどうしても都合がつけづけません。あん、残念。でもしょうがないね。まあ、ぜひ11月、楽しみにしていてください。はい、もぐもぐさん、定期通ありがとうございます。サブアカで入れば1人増える。そうか、ありがとうございます。17人ね、また減ってしまいましたか。ありがとうございます。はい、皆さんパチパチとありがとうございます。年明けさん、カズさん、森の熊さん、ありがとうございます。エテキチもありがとうございます。パチパチ。はい、森の熊さん、明日からしばらくお盆休みいただきます。いただきお願いします。私も明日からしばらくお盆休みで、ちょっと旅にでも出てこようかしらと思ってますよ。なんか映える写真でも撮ってこようかなと思って。おお、エテキチガーディアンの翼をありがとうございます。音の環境いいですね。あ、本当ですか。でもね、充電の減りが早くって、残り 28% で、私はどこかへ旅立ちます。発車ですね、発車。充電どうにかなんかできないものかね。電圧がね、足らないね。これをあ、いけるかもしれない。いや、今日ですね、スピーカー のケーブルのなんか接続があんまり良くないんだなと思って、ゴリゴリやってたんですよ。ゴリゴリこう、ゴリゴリケーブルの接続悪いな、ゴリゴリっつって、でそしてたら、ゴリゴリやりすぎてケーブルがもしかしたら断線したかもしれませんね。めっちゃバリバリ言うんです。やっちまったと思ったら、新しいのをゲットしないと。どこが悪さしてんじゃないか。そんな気がしてならない私です。これでまたバリバリ言ったらな、戻すね。充電発車。あ、20人になった。よし、じゃああれやろう。よし、待ってて、20人の皆さん、あれ やるから、お楽しみ袋発車します。当選者を1か5なんて
20人か5人ぐらいいんじゃない5人。コインの枚数は当選者の数よりも多い必要があります。じゃあ5でしょ。どうしようか。このライブをシェアするにしよう。 A でカウントダウン1分にしよう。初めての試みだから発射。よし、いけいけ。お楽しみ袋、初めてのお楽しみ袋、初めてのお楽しみ袋。 I will free from my heart ですね。初めてお楽しみ袋投げてみました。どうなの、お楽しんでる？分かんない使い方が。初めてのお楽しみ袋です。当選者どういう、いや、どんな感じになるのか楽しみ。はい、ぜひよろしくお願いします。ピアノの曲ばっかり弾き語っててすいませんね。あ、減ったよ。なぜかお楽しみ袋発射しても減るもんだね。ピアノの音飽きちゃった。よし、お楽しみ袋どう？あ、でもね、あれだよ、3人しかなんか参加してないわ多分。で、これどうなったんですか？で、どうなったんですか？お、もぐもぐさんコインゲット、よかったです。はい、あ、こっちさんこんばんは、ようこそ。どうなった、どう映った、どうなったの。あ、皆さん、おうちもシェアしてくれてありがとうございます。どうなったんですか？おったの1枚ごちそうさまです。おうちさん、よかったです。あ、楽しめた？お楽しみ袋できました？お楽しめました？うん、まだまだ奥が深いですね。ちなみに気づいた人がいるかいないかわからないんですけどね、今日はあから歌ってました。あの順から歌ってました。 あの順です。愛の印、明日があるさ、上を向いて歩こうって。で、上を向いて歩こうとなのに赤とんぼの方が後だったんですね、不思議で。なぜか次ハッピーバースデーというなんです。なぜでしょうか。あいうえお順で面白いなと思ってたんですけど、案外あいうえおになってなかったところがいっぱいあった。あいうえお参加できてる？いや、できてる？ユーザー9055さん参加できてます？できてましたかね。安定の暗号コメントをミッションにすれば面白いですよ。何それ、わからない。もぐもぐさん、それはむずい。本当ですね、むずかったか。気づいた人がいたら面白いなと思ったんですけど、安定の暗号コメント、なんだろう、暗号コメントって何ですかね。とりあえず「あ」から今言ってるんで、アジアの純真ですよ次は。次また50人、同時視聴者数50人になったら発射しますね。それのまでにこの使い方を覚えたいですね。よし、「あ」だからアジアの純真です。固定ですよ。
安定、あ、本当は固定だ安定という一瞬なんです。固定の暗号コメント、固定の暗号コメントって何ですか。え、難しい。今日髪型が決まんないですね。お風呂入ったからだ。シェアではなく〇〇〇とコメントすればコインゲット。あ、じゃあ次はそれやろう。30人の時はなかなか同時視聴者数が伸びませんね。あ、カポ4か。キーなんだろう。シェロのパーン、ちょっと待って、キー C なのかな。白のパンダ、キー E。 あ、すごい、アジアの純真のノーカポバージョンがあった。すごい。ってことは北京ベルリンか。キャンディーと昭和チャンネルさん、ヒロちゃんかわいい、やった、ありがとうございます。例えばヒロちゃんかわいいとかにすればいいのですよ。天才。もうそっか、ひろこが呼ばれて嬉しい言葉をコメントしてくれたらコインゲットあ、いいですね。あ、それやりましょう。それ次やりましょう。あ、面白い、いろんな機能があって面白いですね。ひろちゃんかわいい、いいね。自分もテンション上がるしいいと思います。今のとこ行ってみよう。開けドア、今はもう流れてたな、アジア。あ、間違えた。なんてか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 。ピュアなハート。
私、はい、あ、すいません、ハリウッドスターのひろこさん、はい、どうも、ハリウッドスターの佐藤ひろこです。定期の 10K のいいねにご協力お願いします。もごもごさん、ありがとうございます。てて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 てマイクありがとうございます。あ、アジアの純真のピアノバージョンは信じらないほど難しかったです。あ、そういえば誰も得しない佐藤ひろこのファッションチェックのコーナーは今頃ですが、やってみますか。タカさんもいらっしゃったしね。それでは誰もそんなに気になってない佐藤ひろこのファッションチェックのコーナー、てん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 。はい、今日はですね、真っ黒クロスケ出ておいで、でないと目玉をほじくり回すぞでおなじみの真っ黒です。上は黒のタンクトップ、ニットタンクトップで、下はサラ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 ズボン、ふわふわサラサラズボンの黒です。はい、遠くから見ると真っ黒クロスケ出ておいで、でないと目玉をほじくり回すぞになりますね。はい、赤の時計が、はい、そうです、アクセントですね。差し色はいつも何かしら入れます。で、まあ、G-SHOCK、 そう G-SHOCK です。めっちゃ G-SHOCK って書いてありますもん。ほいで、この時計のやっぱりいいとこはね、何時だかよく分かんないってとこですね。はい、結果今何時なんだろうなっていうのがこの時計のいいとこです。はい、ただ ついてるだけ、なんかこれで時間を見たことはほぼないですねあの、なんならこの時計合ってないし、あんまり時計としての機能は本当にね、あの、もうちょっと G-SHOCK メーカーさん頑張ってもらいたかったなと思うぐらいなんか合わせて1日も経たないでちょっと遅くなるのかな、うん、なんかね、ありますよね、時計と合わないのありますよね。ですが、あの、可愛いんでつけてますわかるってそうそう、あまり結果スマホとかの方が時間は正しいから、そっちばっか見ちゃいますね。はい、そして相変わらずあれを、あいつを飲んでいます。おいちポリポリ。スマホで時刻再確認の時計そうね、全く時計としての機能はね、まあ、でもいいんです、求めてないので、時間なんてものは求めてないのでこの時計をつけてる時は、なんなら今ここの画角こうね、向こう側を見ると、ちょっとパッと見ると電波時計ありますから、あれが あいつも止まってんなおい電波時計も止まってんのかい。はい、時計がみんな疲れ気味ですね、うん、はい、失礼いたしました。さあ、ということで赤から順番に歌っています。友達の新曲とか、これなんて曲なんだろう。ああ、そっか、あいうえおから来て、さっき言ってましたけど、ここに来てなぜか306、さあだからね、366日が来てますね。不思議です。それでもいい、すごい壮大になっちゃうそれでもいいと思える恋だった。ちょっと壮大になりすぎちゃった。普通がいいよね、本当にね。もういい、
だって痛くて初めてこんな気持ちになった。たまにしか会うことできなくなって、口約束は当たり前、それでもいいから私を好きになる。そんな儚い私の願い、今日もあなたに会いたい。ありがとうございます、キャンディーと昭和チャンネルさん、あっという間の1時間、本当ですね、ありがとうございます。いて、はい、じゃあ1時間経ったのでそろそろ終わりにしてみます。おうちんさんばらありがとうございます。それでは1時間経ちましたので、ここでギフト賞の発表です。今夜はトップギフト2名の方にプレゼントしようかなと思います。今夜のトップギフト賞、まずお一人目はドゥルルルルッパン、タカさん、ありがとうございます。なんかもっと皆さんいろいろ投げてくれてたと思うんですが、なんか数字で言うとそうでもなかったです。そして堂々第1位はドゥルルルッパン、テキチュー、ありがとう。無事になんとこのタイミングで1万いいねもゲットしましたので、いや感謝申し上げますありがとうございます。今 お名前呼ばれたお二人、大文字の T、 そして小文字で AKA タカさん、そして敵地のお二人には、佐藤ひろ子の今日の真っ黒クロスケ出ておいで、出ないと目玉をほじくり回してぶち暮らすぞでおなじみの真っ黒衣装、今日のウェアで写真を撮って、
LINE でお送りします。 LINE で写真をプレゼントします。で、LINE でですね、 LINE の ID はですね、 TikTok のトップページにあってあります。そこから LINE を登録していただいて、今日ギフト書ゲットしましたよというのを一言添えていただいて、この真っ黒クロスケ出ておいで、デナイトの目玉をほじくりぶちくらすかすぞの、写真をお送りしますので、ぜひ送ってください。よろしくお願いします。おもらったよ、もらうよ、ゲットだよっていうのをね、 LINE の方からメッセージを送ってください。ちょっとだけのつもりが最後までキャンディーズと昭和チャンネルさん、ありがとうございます。ご自身の配信もねあるでしょうから、無理なくしてくださいよ。はい、 LINE の方から今日ギフト賞になりましたとメッセージを送ってください。今日の、ギフト賞になりました何々ですとね、明日の朝7時までに送ってください。よろしくお願いします。それではエンディングソング行ってみようか。今日はどうしようか、どうしようかな。次はもっと上手に使うね、またやりたい。